6番小西春樹が後攻め、今年 S 級デビューの新鋭、ここが S 級初決勝。そして2年ぶり VA1 番畠聡が今日も追走で赤段ゲージを過ぎました。南純は悠然と送って6番小西が前に来て、短期勢も切り替え3番新田康人から5番小川雄介、これらが3、4番手。下げ切って車間を空けて4番南純5番手です。主導権は6番小西春樹、鐘が入って4番南純のスタート。しかし6番小西もスピードを上げて1列棒状の引っ張りになりました。小西から畠聡、3番新田康人、そして5番小川雄介、4番手短期勢は中段どころ最終周回、まくりに回った4番南純5番手からダッシュを仕掛けてくるも、2番手で待ち受ける1番畠聡が近畿勢を迎撃態勢から踏み込んでいきますが、4番南と7番中釜、この両者で近畿勢襲いかかってくる。畠を捉えた4番南純、外へ出した7番中釜としまさ、 S 級初 V へ追い込むか。先頭7番中釜としまさ、差し切ってゴールイン。忘れてはならない大阪113騎は7番中釜としまさ、 S 級初優勝。